ワシーリー・ワシーリエビチ・アンドレイエフは、ロシアの民族楽器演奏家、指揮者、作曲家。バラライカをはじめとするロシアの民族楽器を復元、改良し、バラライカアンサンブルやロシア民族楽器オーケストラの活動を通じて、これらの楽器と、ロシア民謡の普及に努めた。アンドレイエフは、その生涯と、全財産を、バラライカの改良と普及に捧げた。 22歳の時に、濃度の低く自作バラライカに見せられ、楽器職人らと協力して、楽器の構造や材料を改良、現在の演奏会用楽器の基礎を作り上げた。その後、様々な大きさによって音域別としたバラライカ群を SI ナリーモフに設計、制作させ、1888年にバラライカアンサンブルを結成、1897年には、 ドムラとグスリを加えたオーケストラへと発展させた。アンドレーエフは、これら民族楽器の演奏を通じて、ロシアミニオーの保存とともに、民衆の啓蒙活動や愛国心の情勢に取り組んだ。そのため、ロシアミニオーから芸術音楽まで幅広いレパートリーを組み、ロシア国内外で一大ブームを起こした。皇帝のソリストの称号を持ち、 歌手ヒョードル・シャリアピンや作曲家、アレクサンドル・グラズノフラとの進行でも知られる。バラライカ独奏やロシア民族楽器オーケストラなどのために、ロシア民謡やクラシック音楽を編曲し、ワルツ、マズルカ、ポロネーズなどのオリジナル曲も30曲以上、作曲した。アンドレイエフの作品の多くは、平易な形式とサロン風の優雅な曲調であるが、スコモローフの踊りと、 月は輝いているわ。民族音楽的な位置にある。トベリッシュベジェツク生まれ。父親は、富裕な商人だったが、ワシーリーが2歳の時に亡くなり、母親に育てられた。母親ソフィアは、貴族の家系であり、数カ国語を話し、ピアノを弾いた。ワシーリーは、家の使用人たちと交わり、5歳の頃には、カルモーニーを弾いたという。その後、母親と共に、 ペジェツク近郊のコムラ・マリーイーノに移ると、田舎の娯楽や林部、舞踏と共に、民族楽器に親しむ。長ると、サンクトペテルブルクでギムナジアに通いながら、ガルキンにバイオリンを指示した。1882年に、ギムナジアを卒業し、ヨーロッパ旅行に出る。イタリアでは、マンドリンオーケストラに接して、刺激を受けた。コントラバスバラライカ1883年。 自宅のあるマリーの村で農民が古いバラライカを弾くのを聞いてこれに見せられる。アンドレーエフは楽器の構造があまりに素朴すぎると考え、自ら図面を弾き土地の差し物しの協力を得ながら2年がかりで改良品を制作する。しかし、これに満足できず、サンクトペテルブルクで音響学を研究しながらバイオリン制作者 VV ワーノフに依頼して後。 フレットのバラライカを制作する。この結果、音響面では改善できたものの、超音階の7音しか出すことができなかった。アンドレイエフはさらに改良を進め、1886年、F ・エスパセルプスキーとの共同作業によって12、フレット式バラライカを制作する。これにより、半音階の演奏も可能になった。この年の末、アンドレイエフは、 バラライカの独創公開演奏を始めた。アンドレイエフのバラライカ演奏は好評で、彼を中心に、バラライカ演奏同好会が生まれた。仲間の奏者を得たアンドレイエフは、バラライカによるアンサンブルを計画、格音域に合わせて、ピッコロ、ディスキャント、アルト、テノール、バス、コントラバスの6種類のバラライカを制作する。188 18年3月、 バラライカアンサンブルによる初の公開演奏を行う。曲はロシアミニオの編曲であった。1889年に開かれたパリ万国博覧会にアンサンブルを率いて公演する。これによってアンドレイエフはフランス芸術アカデミーの名誉会員に選ばれレジオンドヌール勲章を授与された。バラライカアンサンブルの成功に自信を持ったアンドレイエフはこれを さらに発展させた民族楽器によるオーケストラの編成を目指した。アンドレイエフの活動に専門音楽家たちも関心を向けるようになり、作曲家、ニコライ・フォーミン、音楽家、人種学者、ニコライ・プリバロフ、民族オーケストラ理論家、ウラディミル・ナーソン、バラライカ演奏家、制作家、ボリストロヤノフスキーらが協力者となった。1890年。 刺し物職人マリーモフ制作によるバラライカと出会った、アンドレイエフはこの楽器に夢中になり、ナリーモフをマリーの村に招聘して、オーケストラ用の楽器一式の制作を依頼する。同時にアンドレイエフは、各楽器の自然さと合理性に、見合い、楽器の持っているすべての性能を発揮できる奏法を、独自に研究、開発した。その後もアンドレイエフは、音楽事業家。 出版社、ミトロファンベリアエフのサークルで、バラライカアンサンブルによる、ロシアミニオを演奏し、出席していたアレクサンドル・グラズノフ、ニコライ・リムスキー・コルサコフ、アナトーリ・リアードフ、ウラディーミル・スターソフ、ゲストとして招待されていたピョートル・チャイコフスキーらに、好意的に迎えられた。ティフリスの演奏会では、アントン・ルビンシュテインから絶賛を受けた。とはいえ、 アンドレーエフの活動に理解を示したのは民族的、進歩的な考えを持つ音楽家たちであり、当時イタリアオペラを主流としていた宮廷や貴族たちの反応は冷ややかなものだった。悩んだアンドレーエフは作家のレフトルストイに相談し、1896年3月にトルストイは手紙を書いてアンドレーエフを励ました。1895年に 半球型の銅をした三弦の古い楽器が発見され、これをドムラだと考えたアンドレーフは、この楽器を元にして、ドムラの復元、試作を開始する。しかし、後になってこの楽器はドムラではなく、バラライカであることが判明した。また、フォーミンと共に銅膜の改良に取り組み、この楽器による四重奏を実験したが、これは、失敗に終わった。こうした、 試行錯誤を経ながら、ナリーモフの楽器制作は、高い完成度に達するようになり、1900年のパリ、バンコク博覧会、1907年のサンクトペテルブルク第1回全ロシア楽器展において、彼の制作楽器はいずれも、金メダルを受賞。ナリーモフは、ロシアのストラディバリとの名声を得るようになる。1897年。 アンドレイエフはロシア民族楽器オーケストラを創立し、大ロシア合奏団と名付けた。合奏団は、バラライカ軍とドムラ軍を組み合わせ、2種類のグースリを取り入れた22人編成であった。なお、オーケストラの編成は、発言楽器のみであり、管楽器は含めなかった。これについて、アンドレイエフは、ドムラ、バラライカ、グースリのオーケストラは、ロシアミニオを伝える上で、 より魅力的で典型的なものである。吹奏楽器はその魅力を出せないと述べている。大ロシア合奏団を率いたアンドレーエフはロシア国内を演奏旅行に出る。サーリ政府はこれを時期尚早として妨害し、ウクライナでは街への入場が禁じられ、楽器が潰されるなどの迫害もあった。しかし、作家のマクシム・ゴーリキー、画家のイリア・レーピン、 声楽家のヒョードル・シャリアピンらが彼のオーケストラを高く評価した。レーピンはアンドレーエフに手紙を書き、モデストム・ソルグスキーの作品に目を向けるように助言している。シャリアピンは1894年に彼がサンクトペテルブルクにやってきた時、アンドレーエフがシャリアピンを世話し、マリーンスキー劇場の指揮者、エドアルド・ナープラブニークに推薦していた関係もあり、しばしば、 アンドレイエフのコンサートに出演して、オーケストラを伴奏に、ロシアミニオーを歌った。また、グラズノフは、大ロシア合奏団のために、ロシア幻想曲を作曲している。アンドレイエフのオーケストラの評判が高まると、やがて政府もこれを認めるようになった。モスクワでの演奏会では、トルストイの求めに応じて、アンドレイエフ自作の、月は輝いているを3度演奏した。 大ロシア合奏団のドムラ奏者として所属し、後にバレエリウスのダンサー、振付師となったミハイル・フォーキンは次のように改装している。アンドレーエフは非常に多彩だった。バラライカの名演奏や我がオーケストラを天才的に指揮するだけでなく、語り物を見事にこなし、ロシア舞踊を踊ることができた。それは私が出会うことのできたロシア舞踊の中でも、 最も才能ある演技だった。彼は踊るロシア男になりきっていた。ダンスの名手であったわけでもないのに、バレエでも見たことがないような動作における、性格描写や踊りへの闘水を醸し出した。1908年から1911年にかけて、大ロシア合奏団は、ドイツ、イギリス、フランス、アメリカ合衆国を演奏旅行し、成功を収めた。 大ロシア合奏団の演奏を聞いたドイツの指揮者カール・ムックは次のように述べた。それにしてもロシア民族はなんと才能があるのだろう。スタニスラフスキーの演劇を見アンドレーエフを聞く前まで私たちはロシア民族に対して誤った理解をしていた。また大ロシア合奏団がロベルト・シューマンのピアノ曲なぜにの編曲を演奏したとき 指揮者のアルトゥール・ニキシュは大ロシア合奏団が比べようもないくらい素晴らしく演奏したと記している。アメリカでは新聞が次のような批評を掲載した。アンドレイエフが成し遂げた音楽芸術の分野の数多い驚くべき発見を同時代人たちはそのすべてを完全に評価できないだろう。彼の仕事のおかげで音楽は非常に 貧しい人々の層をも除外することなく、一般大衆の手に届くものとなった。教育が平易で、安価であること、レパートリーが広範なこと、波でない美しさと、多彩な音色。これらはアンドレーエフが作り上げた、ロシアの民族音楽が、外見は素朴でありながら、絶大な一般の支持を得た成果による。その特徴は、音楽的な価値の高さにあり、アメリカで流行しているマンドリン。 バンジョー、ギターのどんなオーケストラとも比べられないアンサンブルを作っている。このような音楽アンサンブルを作ることができるのは天才のみである。この結果、アンドレイエフラが訪問した国々では、ロシアバラライカ演奏愛好協会や大ロシア合奏団を手本とした民族楽器オーケストラが誕生し、音楽学校ではドムラとバラライカの演奏が教育に導入されるなどした。 1913年には、サンクトペテルブルクで、アンドレイエフの創作活動25周年を称える、祝賀会が開催された。ゴーリキー、アレクサンドル・クプリーン、サラベルナール、ルッジェーロ・レオン・カバロ、アルトゥーロ・トスカニーニ、カミー・ユ・サン・サーンスらから祝電が届き、シャリアピンは、スピーチに立って、次のように述べた。あなたは孤独であった、バラライカ姫を親切に、 心温かく守ってくれました。あなたの世話と愛情によってバラライカは絶世のロシア美人に成長し、その美しさで全世界を魅了したのです。アンドレイエフは新聞に寄稿して感謝の気持ちを述べた。特にこれらのご祝辞の中で私のしたことが民衆にとって意義深いことであると認めてくださったことは私にとって非常に貴重です。 そのためにこそ私は生き、活動してきたからです。私の仕事に対して社会が、こんなにもはっきりと承認してくれたことが、祖国の田畑で働いている他の人々にも、勇気を振い起こさせ、エネルギーと勇気を与え、また必要な辛抱強さを与えるものとなるのであれば、私は、心から喜ばしく思います。別の手紙では、アンドレーエフは次のようにも述べている。 私の行ったすべての改良は、広く、社会に利用してもらえるようにするためのものであった。それは、何の経済的な目的も、個人的な利益も追い求めたものではなく、まさに、広く、自由に普及していくことによって、この芸術があらゆる点で民衆の手に届くものとなるようにするためであった。私が生き、仕事をしている主要な目的、それは、民衆の余暇時間を、 最大限、音楽で満たし、民衆の生活自体の中に音楽を持ち込むことである。アレクサンドルネフスキー大修道院にある、アンドレーエフの墓1914年より、ニコライ2世に被護され、アンドレーエフは、皇帝のソリストの称号を得る。1917年に、ロシア革命が起こると、アンドレーエフは、利益の多い外国のコンサート書団体の申し出を、断って、 革命政府の任務に協力した。大ロシア合奏団は、労働者のクラブや集会で演奏し、ロシア内戦時の前線を回った。1918年12月、アンドレーエフは、ペトログラードで、重い官房にかかり、57歳の生涯を閉じた。葬儀で、意外は、フレデリック・ショパンの早々行進曲に送られ、アレクサンドルネフスキー大修道院の墓地に埋葬された。 アンドレーエフの愛機、ナリーモフ102番は、大ロシア合奏団のバラライ仮装者トロヤノフスキーが、受け継いだ後、サンクトペテルブルクの楽器博物館に所蔵された。ありがとうございます。